新川橋通りは、群馬県桐生市小曽根町から稲荷町の新川公園を経て、折姫町に至る道路の通称である。全区間が、都市計画道路、新川橋線に含まれる。通りの名称は、新川にかかっていた新川橋に由来する。桐生市の9区、8区、3区を南北方向に貫く、幹線街路で、小曽根町の山手通りから、永楽町、末広町、 波町、稲荷町を経由して、織姫町の三原通りに至る。通りの名称の由来となった新川橋が、現存していないため、沿線の施設からとって、新川公園通り、本局通り、市役所通り、四分通りとも呼ばれる。織姫バス広沢線、梅田線、川内線、愛生線の各系統が、紀流駅北口から稲荷町、織姫町を経て、 気流大橋方面を結んでおり、新川公園前と気流市役所前にバス停が設置されている。気流市ホーリマラソン大会の走路の一部となっており、大路は新川公園北の旧新川橋を、袋は新川公園南を経由している。そのため、大会開催日の午前中は、コロンバス通りから昭和通りまでの区間が車両通行止めとなる。 毎年1月1日に行われる全日本実業団、対抗駅伝競争大会の走路の一部で、昭和通りの西木町方面から稲荷町で道路線に入って、南に進み、折姫町の気流中継所を経て、道町内で三原通りを東に進んで、西木桜橋方面に至る経路となっている。永楽町交差点、ふるさと混弱気流63から64ページ新川と、 橋消えゆく川と橋の歩み。ありがとうございます。